たでしょ、うん、あの決勝レース見ててもはっきり言ってバイクのセッティングむちゃむちゃだったじゃないですか、もう暴れまくって、うん、でも今回はやっぱりドライのセクションでも、まあ、何回かは走って、うん、こう多少こう合わせてきてるっていう感じしますよね、うん、ただやっぱちょっとなんか渡辺選手の車に比べるとこう暴れる回数が多くなってきてますよね。タイヤの消耗なんでしょうかね、それとも進入時は小さく回ってるね、うん、おー、進入の方がだからそれだけまだ余裕あるんじゃないかなと思うんだけど、なるほど、これもあの最終コーナー立ち上がりでインからアウトからこうあの前回31番のバトルファクトリーの森井選手ですけども、たまんないですね自分も前回走ってるのにこのインからアウトからこう抜かれたらどうなったんじゃないとかって思ってる人ね、きっとね、避けるならもっとはっきり避けた方がいいかもしれないいや避けてないと思いますよ、多分もうあの2人がラインをささっと変えて、うん、俺はイン、俺はアウトって伊藤さんにしてみたらあのやっぱりアッシがインに行って同じインから行ったんじゃ、そうだよね、このやっぱり、うん、順位変わらないんで、俺はじゃあこの監督だったらアウトから行けると、うん、あそこ筑波の最終コーナーはアウト側の遠赤も結構広いじゃないですか、うん、まあその後ねグリーンが待ってますけどね、あんまりまっすぐ来てるとその辺りの勝負のこうなんていうんですか駆け引きっていうのは、うん、やっぱ伊藤さんこう百戦錬磨って感じしますよね、そうだよね、うん、これまああっちゃんもこれで、おお行きました行きました、ね、抜かれてだー、インにつけへん伊藤さんもやっぱり変な突っ張りですね、ここ行くとこも行ってますよね、多分これさっきの、あー分かった、これ周回遅れが目の前におるもんで、無理うまくこう抜いて周回遅れをここのこう低速セクションで間に入れてっていう、そんな計算だったかも、どうですか伊藤さん、こう逆にでも足にしてみたらこれうまく使ってってできなかったですねさっきはでもね、はい、あの第一コーナーの抜けがあっちゃんを覚えれたもんで、はい、多分クロスラインを通ればあなんか勝負できそうだなっていう、あ、まあ、今でもそうだけどクロスラインこれも立ち上がりクロスで、うん、どうでしょう、うん、ウラストのエンド、あー渡辺選手が前、それをちょっと伊藤さんがインに、おー、これまたクロスライン、うん、あれはまたクロスを取ったんじゃないかね、あれ、おー、うん、今度足が前、すごいですよ、残すところあと2周、29周目に入りました、これは面白いわ、コーナーというコーナーでこう順位が入れ替わって、うん、クロスラインが出てくるとやっぱりこう ねレースって感じしますよね、そうだよね、だってあと、うん、あっちゃんがいかに、はい、まあ今年インを抑えられないように、まあ、かなり攻め込んでいくからね、CX の立ち上がりでももう2人ともリアが流れて、もうこれも2人とも最後の戦闘モードのスイッチ完璧に入ってますよね、まあ、伊藤さんもこのどっちが余分に考えてるからね、さあ目の前にはまたこれ周回遅れから森脇のマシンかな、キャミヤか誰かですかね、どうだろう、あ、2台くらいいますね、2台くらい誰だろう、どー、最終でちょっと暴れた、最終ランプ、笑っても笑ってもこの1周だけ、あ、出てきましたね、収穫レー、おー、ヘアピンで絡むか、無理、ヘアピンじゃない、この先だ、CX、うー、なんか微妙なようなタイミングですね、これで横に並ばなんだけど難しいよね、さあ、ここから確かに2ヘアの入り口がこう勝負になるのかな、さあ渡辺選手インに入った、インに入った、伊藤選手もこれもうアウトからマシンいるからね、あれができなかったよね、本当だったらクロスラインに行きたいところですよね、そう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 、ここも多分クロス狙ってるんだろうと思うけど、あっちゃん一生懸命インに寄せてるんだろうね、さあこのコーナー始まったらチェックアウト、あー、どっちが加速、加速は渡辺、優勝渡辺選手、あ、よかったね、